ジャン・クリストフロマンドラン前回の続きからです少佐は口をつぐんで聞こえなかったようなふうをしたが彼自身でも様子にはそれと見せたくなかったがクリストフの影響をかなり感じていた。 彼は批判の辺境さと気質の猛烈さとにもかかわらず正しい精神と寛大な心とを備えていた彼はクリストフが好きでその率直さと精神の健全さとを好んでいてクリストフがドイツ人であるのがしばしば遺憾でたまらなかった彼はクリストフとの議論中によく奮劇したが それでもなおそういう議論を求めていたそしてクリストフの理論は彼に働きかけずにはいなかった彼はそのことを承認すまいと用心していたところがある日クリストフは彼が一冊の書物に読みふけっているのを見いだした彼はその書物をどうしても見せなかったするとセリーヌは クリストフを送り出してきて二人きりになると言ったお父様が何を読んでいられたかご存知ですかあれはペールさんの書物ですよクリストフは嬉しくなったそして何とおっしゃっていましたかこの畜生目と言っていらしたわでもそれを手放しかねていらっしゃるのよ クリストフはそのことについては少佐に会っても何とも言わなかった少佐の方から彼に尋ねてきたあのヨダヤ人のことで僕をいじめなくなったのはどうしたわけですかもうそれに及ばないからですとクリストフは言ったなぜと少佐はむきになって尋ねた クリストフは答えないで笑いながら帰っていったオリヴェイが言ったことは道理だった人が他人に働きかけるのは言葉によってではないその存在によってである目つきや身振りや正浪な魂の無音の接触によって自分の周りに異物的な空気を硬化している人たちが世にはある クリストフは生命の木を交派していたそれはこの麻痺した家の古い壁や締め切られた窓を通して春の暖気のようにごく徐々に差し込んでいったそして悲しみや弱さや孤独のために数年来腐食されて枯渇されて死滅に委ねられている人々の心をまたよみがえらせていった 魂魂が魂に及ぼす力よ。しかもそれを受ける魂も及ぼす魂も共にそのことを知らないでいるそれでも世の生活はこの神秘な引力に支配されている干潮と満潮とでなっているのであるクリストフとオリビエの部屋から2階ほど下に前に述べた通りジェルマン夫人という 35歳の若い女が住んでいた2年前に夫を失いまた前年に78歳の娘を失ったのだったそして姑と一緒に暮らしていた彼女らは誰にも会わなかったその家の借り主たちのうちでクリストフと最も交渉の少ない人たちだったほとんど出会うこともなかったし 言葉をかけ合うこともがつてなかった彼女は背が高く痩せたかなり姿のいい女だった褐色の曇った美しい目はやや表情に乏しかったが時とすると陰気なきつい炎が輝き出した銅のような黄色っぽい顔平たい方引き締まった口を持っていた ジェルマン老婦人の方は新人家でいつも教会堂にばかり行っていた若婦人は一人でしつこくもにこもっていた彼女は何者にも興味を持たなかった娘の遺物や面影に取り囲まれていたそしてそれらをあまり見つめているために娘の姿がもう浮かばなくなった 死んだ面影は生きた面影を殺してしまった。もう娘の姿が見えなくなった。そして彼女はなお固執した。ただ娘のことばかり考えたがった。そのためについにはもう娘のことも考えられなくなった。死の仕事を完成させてしまった。そこで彼女は 心は化石し、涙はなくなり、生命の泉は枯れ果てて、凍りついたようになった。彼女には宗教も助けとならなかった。宗教上の務めを行ってはいたが、それも好んで行うのではなく、従って生きた信仰を持って行うのではなかった。ミサのために金を出してはいたが、 その仕事に少しも進んで加わりはしなかった彼女の全宗教はもう一度娘を見たいというただ一つの考えの上に立っていたその他のことはどうでもよかった神は神も何になろうもう一度娘を見ることそして彼女はそのことをもなかなか信じられなかった それを信じたがり固く必死にそれを望んではいたが果たしてできるかを疑っていた彼女は他の子供たちを見るに耐えられなかった彼女は思ったどうしてあの子供たちは死ななかったのだろうその町内に身長から物腰から 彼女の娘そっくりの少女が一人いたその小さなお作業をしている後ろ姿を見た時彼女は震え上がった彼女は娘の後を追っかけたそして娘が振り向いてあの子でないことが分かると彼女はその娘を絞め殺してでもやりたかったそれからまたエルスベルザの娘たちは ごく静かだったし教育によってよくしつけられていたけれどそれにもかかわらず彼女はその娘たちが上の階で想像しい音を立てると不平を言っていた娘たちが部屋の中をあちこち歩き出すと彼女は女中をやって静かにしてほしいと申し込んだクリストフはある時 その娘たちと一緒に帰ってきて彼女に出会ったが彼女から厳しい目つきでチロリと見られたのにびっくりした夏のある晩この生きながら死んでるともいえる夫人は暗がりの中に窓際に座ってむなしくぼんやりしていたがクリストフの弾くピアノの音が聞こえてきた。 クリストフはいつもその時刻になるとピアノを弾いて無双に吹けるのが常だったところがその音楽は彼女がうっとりしている静寂の境地を乱して彼女を苛立たせた彼女は怒って窓を閉めた音楽は部屋の奥までも追っかけてきた彼女はそれに対して一種の憎悪を覚えた クリストフに演奏をやめさせたたかったしかし彼女にその権利はなかったやがて毎日同じ時刻にピアノが始まるのをイライラしながら待つようになった始まるのが遅いと苛立ちはますます強くなった彼女はその音楽を最後まで嫌でも聞かせられた そして音楽が終わってしまう時にはいつもの無情無感の境地にはなかなか入れなくなっていたそしてある晩暗い部屋の隅に縮こまっている彼女のもとまで遠い音楽が壁や締め切った窓越しに響いてきた時彼女はぞっと身震いを感じて涙の泉が新たにほとばしってきた